ハイセルは今からこの中から4枚のカードを出現させたいと思います。ただその前に2枚のアシスタントが必要なので、ジョーカー2枚をこれをアシスタントとして使います。そしたらこのジョーカーの間に注目、こうして弾いてあげると間から1枚カードが出てきます。そう、これが一番最初のキングです。そしてここからもう一度ターンして指を鳴らしてあげると、また間から表向きでキングが出現します。さらにこのジョーカーの間からもう1枚指を鳴らしてあげると、ここから間、ここから間、あ、これがキングだ。こんにちは、ウィリです。今回はサッカートリックがついたプロダクションを紹介したいと思います。それでは解説どうぞ。はい、それでは解説です。まず4枚のキングを用意したら、セットアップ方法として、表、裏、表、裏、このようにキングをセットしておきます。赤黒の順番については適当で構いません。そしてその上に表向きのジョーカー、裏向きのジョーカーを乗せてセットアップ完了です。この塊をデックの上に置いておきます。そして4枚のカードを取り出すのに2枚のアシスタントを使いますと説明して、そしてトップショットなのでこういう風に出現させてください。そしてジョーカー出てきた後はこちら側2枚の下にブレイクを取ります。ブレイクを取ってその上にジョーカーを乗せて、そしてここでこちらの面を見せないようにスライドして2枚を取り出します。2枚を取り出して、そして上に付け加えます。そして指を鳴らすなどとして1枚目のカードが出てきたことを示します。1枚目のカードが出てきた後は難しいんですが、これを示している間にこちら側で1、2、3、4枚の下にブレイクを取ります。ブレイクを取って、そしてジョーカーを重ねて2枚をターンしますが、実際にはブレイクより上を全てターンします。全てターンした後に観客には単純に2枚のジョーカーをターンしたように見えますが、この段階でスイッチが行われています。そして指を鳴らしてあげると、また表向きでキングが出現します。そしてもうこの段階でスイッチが完了しているのはこちらがキングです。なのでこれをジョーカーのように持ち上げて、そしてあとは適当な演技でサッカートリックの要領でこれを最後にキングだったことを示します。はい、いかがだったでしょうか。普通のプロダクション飽きたよっていう方は、こういう感じのサッカートリックというか相手の期待を裏切るようなプロダクションをするのも面白いと思います。それでは。